ゴジラ対メガロは1973年3月17日に東方チャンピオン祭りの一編として公開された特撮映画でありゴジラシリーズの第13作であるカラーシネマスコープ観客動員数は98万人公開当時のキャッチコピーは海底王国のすごいやつメガロ傷だらけのゴジラ必殺のウルトラシー前作 地球攻撃命令、ゴジラ隊、外岸に引き続き、ゴジラは、怪獣島を住みとしており、正義の自我に目覚めた、ロボットジェットジャガーの要請を受けて出動する、正義の怪獣として描かれた。主題歌の歌手に、当時の大ヒットテレビ番組、仮面ライダーで知られるコカドマジンを起用したほか、ゴジラと共闘する。 ジェットジャガーのテレビヒーロー調デザインや理屈抜きの巨大化の描写など当時の変身・怪獣ブームによってテレビを中心に量産されていた巨大ヒーロー番組の影響を少なからず受けている。東宝の本作品の公開後には自社で制作したテレビ映画流星人間ゾーンにゴジラやガイガン、キングギドラを登場させ設定の発展を試みている。一方、 ゴジラ対ヘドラ以後は公害をテーマとしていたゴジラシリーズにおいては久々に半角をテーマに置いた作品であり核実験の犠牲者であるゴジラが同じ核実験の被害者であるシートピア王国と戦う皮肉な展開を経てラストは地上の人間の核実験を反省する主人公たちの会話で締めくくられる検討用台本での題名は ゴジラ対メガロ海底王国全滅作戦、準備校での題名は、昆虫怪獣メガロ対、ゴジラ海底王国全滅作戦となっていた。当初、本作品の脚本は、関沢新一に執筆依頼が持ち込まれたが、当時の関沢は作詞業にかかりきりで、執筆の時間がなく、海底人が核実験に起こり、怪獣を派遣するという簡単な原作だけを提供した。 企画立ち上げから殺入まで全く時間がなかったため、監督の福田淳が、脚本に起こすという体制で、企画作業が進められた。東方チャンピオン祭りの番組となって、以来、新作ゴジラ映画は低予算化が強いられ、脚本段階から、様々な制約を受けるものとなっていた。特殊技術の中野秋吉は、とにかく低コスト、最低の時間で、どこまでやれるんだという。 そういった問題との取り組みがものすごくあったと語っている。この低予算を受け、キャスト面では新人を中心として少人数となり、ゴジラシリーズで唯一メインキャストに女性が存在しない作品となっている。本編面でもイブキ博士の研究所やシートピア王国のセットが組まれた以外は、ほとんどロケで撮影されている。特撮面でも中野によると予算がないため、 決戦シーンでは何もない荒野しか用意できなかった。実質的な撮影期間は1ヶ月に満たないほどだったという。ロケが行われた奥多摩の小河内ダムこのような予算不足のため、メガロによる都市破壊のシーンには、前作同様過去の作品からのフィルム流用が多い。そんな中、メガロによるダム破壊シーンはオープンセットによるフルスケールのミニチュアが組まれ、 迫力のある見せ場になっている。特技監督の中野明義は、乏しい予算の中の一点豪華主義と述べている。怪獣同士の戦いの描写は、怪獣タッグマッチがコンセプトにあり、ゴジラが V サインをしたり、メガロが尻を叩く仕草をして挑発するなど、かなり人間味を帯びている。立ち回りでは、脳の動きも取り入れている。中野は、 関沢と相談し子供に分かりやすいよう徹底的に擬人化したと語っている。擬人化した本格的な立ち回りが取り入れられたため、殺入前に体育館を使ってアクション俳優の渡辺隆光による盾の指導が行われた。スーツアクターは外眼役の中山県我の誘いで集められた。本編にも何か見せ場が欲しいという福田の意向で、自動車が 階段や急な崖奥だったり、プレハブを突き破るなどの派手なカーチェイスシーンが撮られた。カースタントは、動脈列島でもスタントを担当した、チームザンバが行い、この撮影には、特撮班もキャメラ応援を行っている。ホンダ技研工業がタイアップに協力しており、研究所に落ちていたボタンと砂を分析するシーンは、ホンダ義工業技術研究所で撮影されている。 DVD のオーディオコメンタリーにおける、佐々木克彦の回想によれば、冒頭の湖にて展開する、イルカの乗り物のシーンは1972年12月に、モトスコで撮影されたが、このシーンに登場する佐々木と、林豊は、吐く息が白く映ることから、福田にポケットウイスキーを飲まされたという。197X 年、アリューシャン列島のアスカ島で行われた、 国際核実験は太平洋の大部分に影響を及ぼし、怪獣島やシートピア海底王国も被害を受ける。復讐に燃えるシートピアの指令、アントニオは地上人に報復すべく大規模な地殻変動を起こした上、自国の守護神である怪獣、メガロを地上に派遣して攻撃させる。メガロは迎え撃つ防衛隊を壊滅させ、市街地やコンビナートを 次々と破壊する。さらに、シートピアは、青年科学者、イブキゴローの作った、等身大ロボットジェットジャガーを強奪し、水先案内を行わせる。だが、ペンダント型のマスターコントローラーが、シートピア人に気づかれなかったことにより、ジェットジャガーは、ゴローたちに奪還され、ジェットジャガーは、怪獣姉妹ゴジラを呼びに行った後に独断で、巨大化し、メガロに立ち向かう。 シートピア人がこれに対抗して、M 宇宙ハンター星雲からガ、外ガンを呼び寄せたため、2対1となった。ジェットジャガーは劣勢となるが、そこに、ゴジラが駆けつける。ジェットジャガーとゴジラの協力タッグの前に外ガガンは、宇宙へ逃げ去り、シートピアもメガロを撤退させて、地上人への報復を断念する。死闘を終えた、ジェットジャガーは、等身大に戻ると意志を失っていた。 ゴロウたちは、ジェットジャガーが再び意志を持つ、必要のない平和な世界を望みながら、キットに着くのだった。300万年前に、海底へ沈没した、レムリア大陸人の子孫。太平洋の海底に、海底王国シートピアを築くが、地上人の行った、無謀な水爆実験のために、国土の一部を壊滅させられる。指揮官のアントニオは報復のために、 地上へ工作員を送ると、地上人から、ジェットジャガーを奪って、メガロを送り込み、ジェットジャガーに、メガロの水先案内をさせる。しかし、ジェットジャガーが地上人の手に戻って、ゴジラを呼びに向かったため、友好関係にある、エム宇宙ハンター星に外岸の出動を要請する。最後は、ゴジラとジェットジャガーに、メガロと外岸を撃退され、報復を断念する。本作品では、 イースター島のモアイ像はシートピアが M 宇宙ハンター星との連絡を取るための装置という設定になっている。シートピアの名前の由来は C ユートピア。英字表記はセアトピア。アントニオと女官の頭にはメガロの顔を模した装飾品が付けられている。以下ノンクレジット出演者シートピア海底人に関するカテゴリー。ありがとうございます。